1655回始めます。ね、ちゃっちゃと行きますよ。ちゃっちゃと行くんだけど、明日から、10月ね、新しいシーズンに入りますよ、テレビドラマ。今回はもうね、朝の連ドラは見ない。朝の、NHK のやつは見ない。普通にテレビドラマ、民放の、やつ、2つ3つ見て、結構テレビ見るの時間かかるね。私もそんなに時間ある方じゃない。まあ、普通に働いてるとね、そんなに連ドラ3つも4つも5つも見れないもんね。ということで。はい、まあいいや。テレビ静岡からですね、屋根瓦がずれているっていうね、嘘。ねえ、これいわゆる訪問販売というか、あれですよね、点検商法っていうんですか。もう屋根瓦ずれてないのに、屋根瓦がずれてるって嘘ついてね、必要のない工事で代金騙し取った疑いっていうことで、7人を逮捕か。男とか書いてないか。被害は100人超かってことでね、静岡。100人。いやー。被害者は静岡県東部を中心に100人を超えると見られていますということで、屋根瓦がずれているよと、嘘をつき、必要のない工事をして現金を騙し取った疑いで、神奈川県の業者が、の男ら7人が逮捕されました。ひどいね。詐欺の疑い。逮捕されたのは、神奈川県小田原市の屋根瓦修理員28歳の男と、小田原市の自称建設業29歳の男ら計7人ですと。いやー、神奈川小田原からまあね、方面で言ったら静岡近いかな。神奈川の方から静岡に行って嘘ついて訪問して、まあ、点検商法じゃないけどね、お宅の瓦がずれてますよって言って、まあ高齢者の皆さんでしょう、お年寄りの皆さんに嘘ついて騙して、ね、このままでは雨漏りするようなどと嘘をつき、必要のない、ね、工事なんかする必要ないんだけど、必要のない工事して64万3000円騙しを取った詐欺、特定商取引法違反の疑いが持たれていますと。ね、静岡県の県民生活課に同じような被害の相談があり、7人の関与が浮上しましたということでね、まあ余罪もたくさんあるでしょう。被害100人以上となってます。本当にね、やっぱりね、こういう業者いるんだね。で、私も映像を見たけど、ふてぶてしい感じでしたよ。1人2人見ましたけどね、この7人組のうちで。本当に悪びれる様子もなくっていうかね、本当、人を平気でこの騙してね、自分が生きるためとはいえね、高齢者の方々騙して、まあ、オレオレ詐欺とかね、特殊詐欺とかね、なんとか詐欺と一緒ですよ、私に言われると。本当、人に嘘ついて、人を欺いて、金をせびるっていうね、この、いやいやいや、これで困るのも本当、同業の人たちね、まっとうにやってる同業の人たちがまた困るんだよね、こういうのあるとね。こうした悪徳業者の犯行に業界団体も頭を悩ませていると、出てます。僕らはその10分の1の金額でやってますよということでね、だいたい屋根瓦工事業、だいたいね、こういう訪問販売っていう訪問販売的なやってないと、でこの集団、今回逮捕された小田原の7人組、これは素人の集団だと思いますよと。ね、資材の調達なんかもホームセンターで買えちゃうので楽にできる商売っていうことですよと、で家に押しかけてね、家に押しかけてくる業者には十分注意してほしいと話していますと、まあこの屋根瓦協会の場合だと、連合会っていうのかな、静岡県瓦屋根工事業連合会の方、会長の方言うにはまあ、お宅の瓦雨漏りしてますよと、言われると びっくりしちゃうもんねと、私らはそういうことはしないと、雨漏りしてるっていう電話があってね、から行きますと、どうもお客さんもすごくね、警察は7人が2021年2月頃から100人以上騙して9000万円以上売り上げていたと見ているということで。まあね、余罪あるんでしょう、ずいぶんね。まあこの1件、1件詐欺して1件で捕まったっていうわけじゃないですよ。これね、まあ、前回ロードサービスのね、ぼったくりみたいなのもやりましたし、今飲食業界なんかでもね、ぼったくりなんかもあるし、
ね、こうやって屋根瓦、外壁塗装とかね、そういう訪問販売みたいなのもあるし、もううちにも来る、うん、本当に。あとトイレのトラブル110番みたいなのも、ね、5000円からなんて書いてあって、読んでみたら5万円とか10万円とかね、そんなのもたくさんあるし、まあ5万、10万だったら安い方だよね、ほんと何十万ですよ、うん、だから本当にね、あの業者はね、まあ昔だったら電話帳っていうのあったんだけど、あの地元のね、この河原だったら河原のこういう団体ありますよ、あと、うん、あの外壁だったら外壁の団体ね、うん、あるんで、そういった地域の本当に根ざした、地域に根ざした業者さん選ぶのが一番ですよ。一番やっちゃいけないのがね、インターネットで検索して、まあ屋根瓦修理、例えば小田原とかね、うん、そういうので検索して上位に出てくるとかやっちゃうと、まあもう小田原って書いてるのにね、なぜか東京の業者とかね、大阪の業者とかにつながって、うん、とんでもない金額取られるみたいなのあるんで、まあ、ネット検索はね、まあ、よくないですよ。はい、まあ、うん、とにかく、まあ、今回もこの点検商法みたいなもんですよね。もう向こうからやってくる訪問販売、点検ね、あと向こうから声かけてくる場合っていうのは大体金目だから金目あの怪しい、うん、ね、うん、一昨日来やがれって感じでね、あのお金ない、うん、雨漏りす、うん、お金ないって言ってね、あと雨漏りしますよって言われたら、あのしたら呼びますからっていうことで言ったらいいと思いますよ。はい、本当にね、あの工事する必要ないの、わざわざ工事してんだから、厄介だよね、こういうやつら、詐欺師、本当に重罪にしてほしいね、詐欺はね、本当に。はい、終わります。1655回終わります。チャンネル登録、高評価、再生リストの利用お願いします。失礼します。